皆さんこんにちは、国旗研の企画委員の織田です。今日はウクライナの話を少しですね、したいと思います。まあウクライナの東部で、だいぶウクライナ軍が盛り返しているというところがありますか。なぜロシアは撤退するんだというところです。まあ巷でですねよく解説されてますが、テレビ等でですね、一つ抜けてるのはですね、私はロシアの弾薬備蓄、これを食い潰してきたところでですね、なくなってきたというのが一番大きいなというふうに思っております。そもそもですね、ウクライナ戦争というのはプーチンの戦争だということで、当初4方向から19万人でですね、これ攻め込もうとしました。まあこれはですね、私は政治的合理性を追求したというふうに言ってるわけです。こんなものはウクライナの大きいですね、土地をたかが19万で占領できるわけないんですね。例えば沖縄戦、沖縄というのはクリミア半島よりも小さいエリアですね。あれを占領するのにマッカーサーは何万人投入したか、18万人の陸軍の部隊なんですね。それが19万人であんなところできない。つまりそれは別の思惑、政治的な合理性があった。ウクライナの人たちはロシア軍をこぞってですね、歓呼の声で出迎えてくれるだろうという政治的な思惑があって、これはまあ見事に外れたということですね。外れてから、まあ、ウクライナが抵抗している、これに対して軍事的合理性に変えたんですね。4月ドボルニコフ将軍を任命した時点で、私は、軍事的合理性に変えたというふうに思います。じゃあ軍事的合理性に変えますと、東部南部に限定して、軍を集中するということですね。それで始まったのが、まあそれでウクライナが抵抗をして、結局は消耗戦の様相を呈したと。まさに消耗戦なんですね。そこで問題になるのは、ロシアはですね、ロシアの軍というのは燃料弾薬、特にですねミサイル、これはロシアの製造しているものしか使えないんですね。NATO なんか NATO で、互換性がありますから NATO 弾などがあるんですが、ロシアはロシアで製造しているもの、つまり今までの備蓄を食い潰すしかない。でミサイルについては今制裁食らってますから新しいものができない。だから今まで、作ったものを利用してきた。これがちょうどですね、食い潰して作戦上、そんなにふんだんに使えなくなっているというのが今の現状なんですね。でこのままじゃあどうなるのかということですが、このままウクライナの方に NATO の支援がずっと行き続くようであれば、かなりロシアは不利な戦闘を被る。私はそこに問題がある。つまりですね、この冬、燃料がなくなってですね、NATO の、まあ、ハンガリーがもうすでに、国民はデモを起こしてます。もういい加減にしろと、ロシアに対する制裁やめろと、出なきゃエネルギーが入ってこないと、この冬は越せないぞと、こういう話ですね。2014年のクリミア半島の併合の時も、ウクライナでもう停電が起きてもうマイナス30度の時に参っちゃいました。同じようなことが起こる。つまりそれは何を言いたいかというとですね、エネルギーが入ってこないとなると、もう NATO の国の中でですね、ロシアに対する制裁やめろという、声が出てきても不思議じゃない。そういうふうになりますと、今までのようにウクライナに対する支援というのが行き届かなくなるんではないかと、この可能性もあるわけですね。そうなりますと、本当に、ロシアと同じ条件になって、つまり消耗戦ですからね、同じように、戦いが膠着するというところで、まあ戦術的な停戦があり得るのかな。つまりですね、今年の冬が、一つの山場ではないか。それで NATO 諸国が乗り越えてさらに支援していくよということであればですね、ロシアを駆逐することも可能かもしれません。その時にもう一つ出てくるのは、名誉ある撤退というものを
プーチンに対して示さなければそこで何が起こるか、核の使用ということ、苦し紛れの核の使用ということも、出てくるかもしれないということで、我々はですね、そこをじっくり見ていく必要があるのではないかということで、まあ、今日までのウクライナの解説をしてまいりました。以上です。失礼します。